祈願状3判事は初期を連れてドイエップへ帰る馬車を待っていた判事はその前にもう一度ボートルレに会いたいと思ったがその姿が見えなかった書記も知らないと言った朝から見えないのであった判事はふと思いついて総員の方へ行ってみたボートルレは総員のそばの 松葉が一面散り敷いている地面に腹ばいになって腕を枕に眠っているようなふうをしていた「君何をしているんです眠っていたのい,いえ僕は考えていたんです」「今朝からずっとええ今朝からずっと」ねえ半次さん犯人は初めからレイモンド城を殺すつもりだったのなら なぜわざわざざ外までで連れ出ししして殺したのでしょうそしてその死体はどうしたのでしょうさあそれは私にもわからんそして死体もまだ発見されてはいないしかし調べてみると海岸に望んだあの絶壁まで行った形跡があるそこは恐ろしいほど切り立った崖で下を見下ろすと約1 0 0ルばかりの深い絶壁で。 その下には大きな岩に波が恐ろしい勢いで打ちつけている多分そこへ投げ捨てたものと思われるそうでしょうかそうだルパンが死んだのでこの前に脅迫した通り令状を暗殺したしかしよく考えてみるとどうもおかしい。 まだルパンは生きていいいるに違いないねえボートルレ君いよいよ事件は分からなくなってしまったそれに君ジェーベル伯爵はわざわざロンドンからエルロック・ショルムスを呼んだショルムスは来週の火曜日から来ることになったねえ君我々はどうしてもその前にこの謎を解かなければならない ではハンジさん今日は土曜日です月曜の朝十時にここでお会いしましょうそれまでに考えておきますハンジはボートルレと別れたボートルレは伯爵から自転車を借りて出かけた少年ボートルレはまず四枚の名画が運ばれていった道を調べることにした 彼は自分の考えと地図を頼って進んだそしてやっと4枚の名画は約10里ばかり先のある川のほとりで自動車から船に積み替えられたことが分かったそしてその船の船頭に会うことができた船頭はなかなか初めは言わなかったがやっと少しずつ話してくれたそれによるとその船頭は 名画を運んだ時の一度だけではなくドッペンばかりも雇われたということであったドッペンそれはいつ頃からその前から毎日でさしかしいつも品物は違っているようでしたよ大きな石ころみたいなものや時には新聞紙に包んだ小さなかなり長いものなどがありました とても大切があって私らには指も触らせませんでしたよボートルレは思いがけない発見によろめきながら外へ出た彼が伯爵邸へ帰ってくると彼へ手紙が来ていた見ると次のようなことが書いてあった「黙れ叱らずんば」「いやこりゃ 自分のことも少し気をつけないと危ないぞ。と、ボートルではつぶやいた。月曜日の朝、ハンジはやってきた。どうですわかりましたかわかりました。とても素晴らしいことが。今は、レパンの隠れがどころではありません。我々が今まで気づかずにいた、もっと別のものがなくなっています。名画のほかにですか さようもっと大切なものがしかも名画と同じように代わりの品物を置いていきました2二人は礼拝堂の前を通っていたボートルレは立ち止まって「ハンジさんあなたはそれを知りたいんですか?」「もちろん知りたいです」ボートルレは太い杖を持っていたが突然その杖を振り上げて 礼拝堂の扉を飾っている数個の彫像の一つを箸と打ったどどうした君は気でも違ったかハンジは思わず飛び散った彫像のかけらの方に駆け寄りながら叫んだこれは実に立派なもので立派なものボートルではまた続いてその次の マリアの彫像を打ち壊しながら叫んだ。ハンジはボートルレにくみついて、君ばかなことをしてはいけない。その次のローワーの像もキリストの像も飛び散る。その上動いたら撃つぞ。ジェーブルハクもそこへ駆けつけてきてピストルを差し向けた。ボートルレは声高く笑った。 伯爵偽物です。何だって二人は叫んだ「偽物です」「作り物です」「中は空っぽです」伯爵は彫像の欠片を拾ってみたするとどうだろう立派な大理石はただの漆喰に変わっているではないか。 そこにある彫像はまたとない実に立派な彫像なのであったそれがただの石膏細工に変わってしまっていたルパンです実に偉いではありませんかこの偉大な礼拝堂はルパンによってみんな奪い去られてしまいました一個年に企んだ仕事はこれです実にルパンは偉いなんという恐ろしい天才でしょう そしてこの礼拝堂の中には我々の知らない隠れ場所がありますルパンは礼拝堂の中で仕事をしている間にそれを見つけ出したのですルパンはもし死んでいるとすればその隠れ場所にいるでしょう3人は礼拝堂の扉を鍵で開けて中へ入ったボートルレはまた調べてみた 大廃道の中も立派なものはみんな偽物に変わっていたボートルレは伯爵の持ってこさせたツルハシで階段のところを壊し始めたボートルレの顔色は気が引き締まっているために真っ青であった突然ツルハシは何かに当たって跳ね返ったこの時内側で何か墜落するような音が聞こえたが それと共に鶴橋を当てた大石が落ち込んで大きな穴が開いたボートルレは覗いてみた一陣の冷たい風が彼の顔に当たった下男が持ってきたはしごをかけて判事はろうそくを持って降りていった伯爵もそれに続いたボートルレも最後に降りていった穴ぐらの中は真っ暗であった ろうそくの火がちらちらと動いてわずかに探り見られたしかしそこに降りると恐ろしい胸のつくような周期が鼻をついた突然ボートルレの肩を押さえた手があったがそれはブルブル震えていたどうしたのですボートルレくんいいた何かあるえどこに あの大石の下にあれ見たまえ彼はろうそくを取り上げたその光は地上に横たわっているあるものの方へ投げられたああボートルレは思わず恐ろしさに声を上げた三人は急いで覗いてみた実に恐ろしい痩せた半ば裸の死体が横たわっていた 溶けかけた牢のような青みがかった腐れた肉がボロボロに破れた服の間からはみ出ているしかし一番恐ろしいのはその頭である大石に打ち砕かれたその頭ぐちゃっと足砕かれて目鼻もわからないほど崩れてしまったその頭ボートルでは長いはしごを四とびにとんで 明るみのの空気の中へ逃げ出したハンジはあの死体はルパンに違いないとすっかり安心してしまったボートルでは何事か考え込んでしまったハンジ宛に二通の手紙が来た一つはショルムスが明日来るという知らせであった一つは今朝海岸に美人の斬死体が浮かび上がったという知らせであった。 大変死体は傷ついていてとても顔は見分けられなかったが右の腕に大変立派な金の腕輪をつけているということだったレイモンド城も確か金の腕輪をはめていたはずだったのでその死体はレイモンド城に違いないと判事は言ったボートルレはまたしばらくすると自転車を借りて近くの町へ急いだ そこで彼は役場へ行って何事かを調べた。ボートルレは大満足で昇華を歌いながら自転車でまた元来た道を帰ってきた。と伯爵邸の近くへ来た時かれは「あと声を上げた。見よ前方数軒のところに一筋の縄が道に引っ張られてあるではないか。 自転車を止める間もなく、あがやと思う間に、自転車は縄に突き当たって、ボートルレの体は三メートルばかり投げ出され、地上に叩きつけられた。しかし、全く幸いなことに、たったわずかのところで、道端の大石の前で止まった。その大石に頭を打ちつけでもしたら、ボートルレの頭はめちゃめちゃになるところであった。 しばらくの間彼は気を失っていたがようやくにしてすりむいたひざを抱えて起き上がり辺りを眺めたくせ者は右手の小さな林から逃げたらしいボートルでは起き上がってその縄を解いたその縄を結びつけてある左手の木に一枚の小さな紙切れがピンで留めてあったそれには 第三回の通告そしてこれが最後の通告であるボートルレは血だらけになって屋敷へ着くとすぐ少し下男たちに何か尋ねてから判事に会った判事はボートルレを見るとそばにいた書記に外に出ているようにと言いつけた判事は少年の血のついたのを見て叫んだ ああボートルレ君一体どうしたのですい,いえ何でもないんですしかしハンジさんこの屋敷の中でさえも僕のすることを見張っているものがあるんですよええー、本当かねそれはそうですそいつを見つけるのはあなたの役ですしかし僕は思ったより以上に調べを進めました それででららも本気になって仕事をしし始めたらしいのです。僕の周りにも危険が迫ってきました。そんなボートルレッグいえとにかくそれよりも先にあのいつか血染めの襟巻きと一緒に拾った紙切れのことですがあのことは誰にも話してはいらっしゃらないでしょうね。いや誰にも。 しかしあんな紙切れが何か役に立つのですかええ大いに大切なのです僕はあれに書いてあった暗号の謎を少し解くことができましたそれについて申し上げますがと言いかけたボートルレは不意にその手で判事の手を押さえて聞き耳を立てた「誰か立ち聞きをしている砂利を踏む音に 少年は窓に走ったしかし誰もいない「ねえハンジさん敵はもうこそこそ仕事をしてはいません大急ぎで申し上げましょう少年は紙切れをテーブルの上に置いて説明を始めたボートルレはこの間からこの紙切れについて一生懸命考えていたのであったそして少年はやっとその数字が「あ」えー「え」 「おう」オウの字を表していることを考えついたつまり数字の1は最初の「アを指し2は次の「エを指しているのであったそれを頼りに点のところへ言葉になりそうな字を入れていったその結果少年は第2行から「どモア・ゼルという言葉を拾うことができた。 なるほど2人の礼状のことだね。と判事は言った少年はまたそのほかにクリューズカラニという言葉とエイギュイユハリという言葉を見つけた「うつろのハリそれは何だろう」と判事が言ったそれは僕にもまだ分かりません しかしこの紙切れの紙はずっと昔のものらしいのですがそれが不思議ですこの時ボートルレはふと黙った判事の書記が入ってきたのであった書記は検事総長が到着したと告げた判事は不思議な顔をした何だろうおかしいなちょっと下までおいでくださいと言って馬車をまだお売りになりません はんじは首を傾けながら降りていったこの時あやしの書記は部屋の中から戸を閉じて鍵をかけた「あなぜとを閉めるんです」とボートルベは叫んだ「こうすれば話がしいいというもんだ」と書記はあざ笑った万次は分かったやつの仲間それは初期だったのだ ボートルではよろめきながらどっと腰を下ろして「話せ何が望みなんだ紙切れさあれを渡せ僕は持っていない嘘をつけ俺はちゃんと見たんだそれからそれから少しおとなしくしろ手前は俺たちの邪魔ばかりしやがる手前は手前の勉強すりゃいいんだ 初期に化けたクセモ者はピストルを少年に差し向けながら進んできたボートルレは動かなかった恐ろしさに顔は真っ青であったがしかもなお少年はこの場合どうすればいいかを考えていたピストルは目の前に迫っている太い指が引き金にかかっているそれを引けばそれまでだやい出さねえかええ 出さねえなこれだと少年は言って懐から紙入れを出してそれを渡した初期はひったくるようにその紙切れを取った「よし手前は少しはものがわかるさあ用が済んだら退却としようさよなら」男はピストルを懐へ収めて窓の方へ歩みを向けた。 廊下にの帰ってくる足音。男はふと思いついたらしく立ち止まって渡された紙切れを調べた「あっちくしょうあの紙切れはないよくも騙しやがったな」と室内へ飛び込んだと2発の銃声今度はボートルレが自分のピストルを出して打ち放ったのだ当たるかちくしょ2人は引っ組んだまま 外からは激しく扉をたたく2人はすさまじい格闘を続けたがとうとうボートルレは次第に終わってたちまちくみしかれてしまったそれでおしまいださっと振り上げられた手には探検がひらめいたとはっし打ち下された激しい痛みを肩に覚えて少年は思わず 握った手を緩める上着のポケットを探られて紙切れを持ち去られるように思ったがそのまま気を失ってしまった翌日の新聞は伯爵亭の陳事でいっぱいであった礼拝堂の隠れ穴ルパンの死体発見レイモンド城の斬死体発見ボートルレの災難それと同時にまた 驚くべき別のことが知らされたそれはガニマール探偵の行方不明とロンドンの真ん中でしかも真っ昼間に起こった誘拐事件それは英国の名探偵ヘルロック・ショルムスの誘拐事件であったこうしてルパンの残党は17歳の天才少年に全てを見破られようとする時この少年を倒し またルパンの二大強敵ショルムスおよびガニマールは見事に負けてしまった今やルパンの一味は天下に敵なしとなったかの大胆不敵のルパンに当たることのできるものは天下に一人もなくなったのだ